はい、どうも、こんにちは、のだいです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は、1997年度の横浜一時大学入試問題です。範囲は、数 2b ですね。えーっと、まあ、図形当定式の中に入ってるかなと思います、えー。それでは考えていきましょう。xy 平面上の不等式 y が、x の2乗以上で表せる領域を d とする。d は、 だからこここの領域ってことですねこれが D ですで、えー、D に含まれる一辺の長さが T の正三角形で一辺が x 軸平行となるものを全て考えるとこの時正三角形の重心の y 座標の最小値を T の関数として書き表せという問題で,ですねえー、と T というのは2の t で え与えられていて y=x の2乗というのは決まっているので例えば t が大きいと,えと随分上の方にえ正三角形が取,れ取らなきゃいけないことになりますね。y=0x 軸に平行になるものを全て考えると言ってるので例えばえとこんなところにこう正三角形作ったって当然その最小値になるわけがないので。 え当然そのここの頂点を原点にくっつけるっていうことをしなければならないですねただし正三角形の一辺の長さが大きいと,、えー、と原点にくっつけられないということが生じます例えばこのくらいこう長いとですね、えー、原点にくっつかないような正三角形がもちろんできあがるわけですでそうした場合にはこれが最小値になりますよね えと要するにここではまっちゃったっていうこう y=x の2乗でつっかえちゃったっていうこの長さが t なので t が大きいとつっかえちゃうわけです。だから、えー、これ以上下に下がらないのでまあ、えー、まず考えるべき内容はどういうことかっていうとつっかえないでこの頂点の aabc って書いた時の a の下側ですね。 えー、のものが原点にこうぴったしくっつく場合をまず考えてで、えー、くっつかないものを考えてつまり t がある程度大きくなると,、えー、と上から下ろしてきた時につっかえてしまって原点に到達しないっていうことがありえますよね a が。でそれも、えー、もちろんその t の関数として書かなきゃいけないというわけです。 これ一番小さいものを求めなさいっていう問題ではなくて、えー、長さ t の正三角形で一辺の長さが t の正三角形で、えー、x 軸とその一辺が、えー、と平行となるものを全て考えると。でその中で、えー、重心の y 座標の最小値を t の関数として書き合わせっていうわけですから、えー、と t に対して それぞれ FT という形でなんかその関数として出さないといけないということですね。まあそれに注意してください。1個見つければいいというわけではないといととうことで,すいいですかまあえー、といくらでも小さくなるのでこの正三角形いくらでも小さくなるので最小値は実質ないということになりますよね。 1一個見つけなさいって言われても最小値はいくらでも小さい三角形を考えれば重心もどん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 ちっちゃくなってて原点に収束するからまあそういうことを求めようって言われてるわけではないということです。一辺の長さが t の時にえ重心の y 座標が t の式でどんな式になりますかっていう話です。でえ一辺の長さが t だとここの長さ半分になりますね2分の T になります。で2分の t の時にここが。 点 B がこの、えっと、Y コル X のの乗よりも上側にないといけないいいとけけわですこの状況であればですね。えっと点 A が原点にくっついてるんであればこの2分の t の時の値ここが今2分の t ですよね。その時のここの座標は2分の t の、えっと、2乗した値だから4分の t の2乗になってるはずです。でそれよりも B の y 座標が 上にないといけないいいとけけわですで B の Y 座標はえっ、ー、とこれ1対2対ルート3なので B の Y 座標は2分の t が x 座標に対してえっ、ー、とここの長さですねこの長さも決まってしまいますよね正三角形という条件からここの長さはいくつになるかっていうと3分の2ルート t ということになりますだから ここの座標は √3t ですす。ね、になるわけで,すで B の座標の方がここがここよりも上側にあるという条件が、えー、頂点が原点に来ているという条件なのでつまり、えー、三角形 ABC とすると BC でえー、っと O, o, o 原点が O となる場合。 これは、えっ、ー、と、y カウルプラスマイナスずっと三 x との交点ですね。y コールプラスマイナス、ねえー、イール、えート三 x との交点で、x イコールプラスマイナスルート三っていうふうに出てきますけど、それが限界になっているはずです。えっ、ー、と、つまりルート三までっていうことですね。x イコールルート三までっていうことだから、えー、長さは t イコール二ルート三までっていうことですね。 かかからままででしかないいっていうこことがこれでわかりますつまり、まあ、これ解く必要ないですけど4分の t の2乗が、えー、2分のルート 3t になっていなきゃいけないのでこれ、えー、b とこの点の y 座標の代償、えー、関係ですねこことここの代償関係を比較してこれを満たすつまり、えー、と t が0から、えーえー、と2ルート3。 ですね、この時この時はえー、っと原点にあり A は原点にあり重心 G の座標は これを例えば xgyg と置くとすると、まあ、xg はゼロですねと置くと yg はえっ、ー、と3分の2かけるえ3分の2分のルート 3t と。ということで3分のルート 3t というのが答えになります。で一方ですねえっ、ー、と 4分の t の2乗よりも2分のルート 3t が大きい場合は、えー、すなわち t が、えー、2ルート3よりも大きい場合はどうなるかっていうとこれ a は原点にないわけですね。a は原点にない。ということでえっ、ー、と O の上側にあるわけです。O の 上側にできるというわけでで、すねで。座標はどうなるかっていうとまあ2次関数を書くとこんな感じになってるわけです。まあちょっと大きく対極的に書くとこんな感じになって正三角形がこういうふうになってえっと a が原点に届かないわけです。ここが a です。で bc ってなっててここの長さが t になっていると。 でも重心はこれ以上下がらないここになるはずなので、えー、これでまあ重心割り出せますよねつまりえっ、ー、とここの座標はえっ、ー、と2分の t のその4分の t の2乗になってるわけですからこれは一致してるわけでしょでだからそこからえっ、ー、と 2分のルート 3t のちょうどここの部分ですねここの部分を引いた値ですのでここの部分は2分の 3t の3分の1で6分のルート 3t になりますこれのこれの3分の1したものですよねそれが重心の座標で、えー、と3等分点したもののえっ、ー、と下に下がったものですから YG という値は4分の t の2乗から6分のルート 3t を引いたものだということが言えます。である。ということですね。でこれで終わってしまっては実は間違いなんです。なんでかっていうと,、えー、と A が原点、えー、に来る時はこの上の,側のこの関数を考えなくて済むわけです。 ああ違うなんとなくこのこっち側の関数考えなくてよ,よいような感じしますよねこれを。でもこの関数をどん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 下に下げてった時にもしかしたら重心が重心ここにありますよね。これがここの重心よりも下がってしまう可能性もありえなくはないですよね。つまり正三角形が逆向きの場合えっ、ー、と こちらではありえないです。こちらにこういうふうにしたって、重心は上がるだけなので、下側のこっちの側での重心はもうこれ確定なんですよ。これは。ただし、正三角形が逆向きの場合が、 これは t が、えー、と2ルート3よりも大きい時には、えー、最小値にはならないということが言えますでも、えー、とこっちの方ですねこれはもちろんダメですよだけどえっ、ー、と こういうものを作ることができるかもしれないわけです。えっ、ー、と緑で書きましょうか。こういうやつですね。こういうやつを下に持ってくることができるかもしれないので、えー、重心もしかしたら下がるかもしれないわけです。だからえっ、ー、とそれは改めて考えなきゃいけないわけですね。で、その座標というのはえっ、ー、と yg は4分の t の2乗から6分の t3 乗を足したものですよね。 つまり、えっ、ー、と、0から t が2ルート3のとき、この yg という値は、えっ、ー、と、ちょうど、ちょうどここ上に上がった点ですよね。yg だけ上がった点なので、この値を足した値になるわけです。だから、4分の t の2乗から、 えと6分のルート 3t という値を足した値が重心の座標になるわけです。でそこで、えー、yg の最小値というのはミニマムはどうなるかっていうと、えー、小さい方ということになります。つまり4分の t の2乗を足す6分のルート 3t とえっ、ー、と3分のルート 3t の小さい方が答えということになりますね。 これはつまりえっ、ー、とまあこれ12倍して引き算するといいと思うんですけど12倍して4分の t の2乗から、えー、6分のルート 3t これですねそれから3分のルート 3t を引いて、えー、出てきた答えは何かっていうと、えー、12倍してるから 3t の2乗を プラス2ルート 3t マイナス4ルート 3t ってなりますね。っていうことは、3t の2乗をマイナス2ルート 3t ってなって、t でくくると t3t マイナス2ルート3って出てきます。だから、えっと、0から t が え3分の2ルート3の時にはこの値はマイナスになるわけですね。というわけで、えー、とこっちの方が、えー、マイナスになるってことは、えー、引き算した方の引き算した方が大きいっていうことなのでえっとえっ、ー、とこのこの範囲でですね、えー、と0から0から t がえっ、ー、と3分の 2ルート3の時には、えっ、ー、とこっちの方が小さくなるんですよ。つまりこっちの方が大きいということになります。マイナスになりますよね。ここの値がこの値がマイナスになるので、えー、これと比べてこっちの方が小さくてこっちの方の引き算した方がでかいということになります。ということはミニマムの、えー、yg の値はこれえっ、ー、と1番としましょうか。 この1番の値というのは結局どっちが小さいかというと前者の方が小さくと t の2乗プラス6分のルート 3t ということになります。いいですかで、えー、t の値が3分の2ルート3から、えー、t えっ、ー、とこれ0は入らないかな0は取っちゃっていいですねここごめんなさい0は入れない入れるべきではないですね。 えー、3分のルート2からえっ、ー、と2ルート3の時の時はえっ、ー、とこの大小関係は逆転するわけですね、えー。この二次関数はこういうふうに0と3分の2ルート3のところで、えー、ここではマイナスこっちはプラスになってるので逆転して今度この値はプラスになるわけです。ってことは。 ミニマムの yg の値というのはえっ、ー、とこれねこの値1番の値は、えー、3分のルート3ということになりますでえっ、ー、と t が2ルート3よりも大きい時には当然えっ、ー、と g の方が下方にあるから、F、えっ、ー、とミニマムは これはまあ言うまでもなくてえっ、ー、とこれですねここの g の値ということになるのでこの値ですねこれはここで求めたこれです。t=2、え、ルート3よりも大きい時には y=4 分の t の2乗をマイナス 4分の t の2乗マイナス6分のルート 3t ということが答えになります。したがって ft の値は改めて書くと、まあ、こんな感じになるってことですね。0から t が、えー、イコールはまあどちらに入れてもいいですけどこの時には、えー、4分の t の2乗足す6分のルート 3t とっていうことになって。 3分の2ルート3から t イコール2ルート3までが3分のルート 3t という形になって t が2ルート3よりも大きい時には4分の t の2乗をマイナス6分のルート 3t と。というのが全体が答えということになります。 意外に難しい問題だと思いますねこれねいかがでしょうかええー、x 軸に平行な正三角形のみを考えるので意外と簡単かなと思いきやえー、結構難しい問題だと思いますえー、D がねここの範囲でこの D の中を動くっていうことだけれども正三角形は この形もあるんでね。それからこの形もあるんでこの形、えー、とその t が小さい時には、えー、こっちの方がいいわけなんですよ。その方が重心が下がるんですよね。である程度大きくなっちゃって、えー、この y=60° の線を超えると,、えー、と絶対にこの x 軸よりも。 原点がその上,上に行くわけですねこの x 軸よりも頂点が上に行くのでもうこの形一択なわけです。この形一択なわけです。えー、まあ逆三角形ですね逆マッチョみたいなこの形のみになるわけです。だけど、えー、それよりも小さい一辺の長さが小さいものだと倍分けがされるっていうことですね。だから 難しいところはどこかっていうとこの場合分けですねこの2択の場合分けがちょっと見分けがつ,かつきづらいというところでここは多分分かると思うんですけどね、えー、この2つはちょっと難しいかなと思いますねここの部分ははいというわけで、えー、とこの辺のねことについてしっかりと、えー、議論ができればいいなというふうに感じてますはい えー、1997年度の横浜市立大学の入試問題でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼いたします。